はい、おはようございます。週刊堂の田中でございます。今日は自宅からお届けいたします。最近のうちの週刊堂の状況を、ちょっと少しこのビデオではお話ししてみたいと思います。まずですね、2日前ですね、緊急事態宣言が出された日の翌日からですね、私どももリモートオフィス、テレワークを始めました。基本的にですね、お店の方は、アポイント制にしてます。我々の美術品の売り買いですから、全く店を開けるという、閉めるということはですね、事実上不可能で、売買全くゼロになって、しまいますから、もう完全に企業活動停止で、給料払えないということになりかねませんので、全く活動停止するということもないんですが、実質的にほとんどの社員は家にいて、僕も仕事は家でしてます。ですので、売りたい方、買いたい方、ちょっと話したい方というのは、アポイント制でお願いしてます。結構用事で会社に行く人間も、会社兼画廊なわけですけども、行く人間にちょっと聞いたら、結構お客さんが不意にひょっといらっしゃる方も、いらっしゃるようなので、売買ともにですね、その店をオープンしてませんよという対応が適切かどうかちょっと難しいとこなんですけれども、ちょっと今は、基本的にはその店は常時開けてるというふうにはアナウンスしてない状況でやってます。それでですね、ちょっとテレワークってのはどんなもんかということでですね、テレビ会議を、朝と夜やったりとか、それから、チャットツールとかね、使ってお互いの連絡がスムーズにいくように、うちは大体の全員で10人ぐらいいるんですけども、やってみてですね、で思ったよりはうまくいってるような気もするんですけど、もちろんさまざまな問題が出てきて、いろいろとのやはりとにかく IT、パソコン得意な人間と得意じゃない人間もいますから、そのギャップもありますし、やっぱり何かと不便なこと当然多いですから、この困難乗り越えるのは、簡単なことではないですね。ただやっぱこういう時にちゃんとお互いのその連絡の仕方とか、ブラッシュアップできるところもありますから、どうしても IT、私どものような美術商ですと、IT 系の会社みたいにどんどんそっちのツールを取り入れるというよりは、そういうのが得意な人間も不得意な人間もいますから、なんていうかな、昔の働き方と今の働き方混じってるようなところもありますんで、そこをですね、ある程度ちょっとみんなそのツールを使って効率的になるところがするというところがね、少しやられてくるようになったかなという気はいたします。社内的にはそんなことなんですけども、うちのことを言えばですね、すごい思うのは、やっぱりやる気とかね、やろうという姿勢というか、そういうものは、全く変わらないなというのが感想で、家にいるとちょっと他のことやりたくなるような感じも一見しますけど、僕もちょっと自分のペースをこう家でつかみながらやってるんですけどね、案外やることものすごく多くて、お互いの連絡をどんどんするという中で、
まあ結構時間も小刻みに使わざるを得ないところはありますし、案外忙しい。それからやっぱりすごくまあいいなと思うのは、まあ、やっぱりこうやって物理的に離れててもですね、やっぱりスタッフ一人一人真剣味が伝わってくるというかですね、私たち集華堂はですね、まあ、基本的にまあ美術商ってね、うまくいってる人ものすごくたくさんいます。まあどうだろうな、まあ、僕ら知ってる限りでもまあ10人か20人やっぱりすごくうまくいってるなと、まあ傍から見てて思うところいっぱいあります。ただですね、まあ方針も全部違って、うちの場合はまあお金も必要なんですけど、僕は美術商の役割というよりは、僕がやる会社の役割ってお金を残すことよりも人を残すことじゃないかと思ってます。まあ、これは僕がまあ割と昔から子供の頃からわりかしそういう発想で動いてたこともあって、まあ今やっぱりなかなかどうだろう、まあ人を残すっていうことをちゃんと考えている会社さんはどれだけあるかなということはちょっとテーマとしてはすごく思ってて、でうちがまあ同じ築地ロータリーで一緒になっている近藤さんという方は日本レーザーの社長さんがいるんですけどね、日本レーザーという会社がありまして、まあ、それは昔村上龍がの一番残したい会社っていう本の中に入れた会社なんですけどね、やっぱ人を育てることが会社の一番の役割だということを言っていて、でうちの場合もまあうちの会社が生き残る鍵はやっぱり人がどれだけ育つかということだと思うんですよね。でまあうちの会社に来てですね、あるいは電話をして、まあ中には不愉快に思ってね帰る方もいると思うんです。だからそれは反省しなきゃいけない点の方がまだ未だに多いんですけれども、ただやっぱりなんかすごくいいものを置いてるとかね、知識があるとかそういうことはものすごく大事なんですけども、それよりはちゃんとその人のことを思って働けるとか、まあ挨拶がきちんとできるとかね、まあ人間のその浅いとか深いところまでいろいろありますけど、まあやっぱり目が輝いてる生き生きしたスタッフがまあいるかどうかというところが僕が目指す会社像なんで、だからこうやってリモートワークになったとしてもそれが変わらない、でそこがお客様側からそこが見えてくると、まあ美術品ってね、どこでも買えるってものじゃなくて、やっぱりちゃんといい店で買わないといいものを買えませんけれども、まあ中にはですね、どこで買っても買える商品もあります。たくさん、例えば後藤澄夫先生の絵とかね、藤井弁先生の絵とか、まあこれははっきり言ってデパート行ってもどこ行っても買えますよね。たくさん別に市販してるわけではなくて、わりかしプログラムピクチャーというかたくさんあるものですから、まあ、もちろん値段はね違います。なんかヤフオクみたいなところで売ってるのとデパートの店頭で売ってるのと値段変わりませんけど、なんでね変わりますけどね、ただどこで買いたいかっていうことはやっぱりそれは一つの会社の競争だと思うんですよね。そのまあじゃあどうせだったら集華堂で買おうというふうに、まあ、持ってもらえるのはまあ人じゃないかなという気はするんですね。でまあその意味で何言ってんだってお宅の店でなんか買いたくないよっていう人もいるかもわかんない。だけどまあそうでなくて、やっぱり同じ買うんだったら、またちょっと高くてもねうちで買おうとか、買い取りにしてもちょっと安いけど中華堂に売った方がなんかいいなって、まあ、そう思ってもらえるような、まあ、
人材であったり、まあ、私自分であったりとかっていうね、いうことができると、まあ本当の正しい道じゃないかなという気はします。まあ、他に比べて誰かに負けるとか負けないとかね、いいとか悪いとかっていうことよりも、まあ、本当に例えばこれ買い取りでも販売でも付き合ってよかったなと、ずっと付き合ったら結構楽しいなと思えるような、で僕なんてやれること限られてますから、そんなに全員のお客さんと会えませんので、やっぱりうち10人いるスタッフがそれぞれお客さんがついて、あ、この子です、勉強もしてるし、なんていうか性格もいいし、生き生きしてて話すと気持ちいいなと思ってもらえるような、まあ、スタッフ、まあ人間って何だろう、まあ育てて突然ね良くなるってことはまあ正直ないですけど、まあ、少なくとも元気な意欲があって性格もまあ思いやりのある人間が、ちゃんといて、それでいて言いやすい会社みたいなことが、まあ、やれるといいかなというふうに思ってるんで、まあ、このテレワークの機会でも、まあ、そういうことが、なんていうかな、そういう体質で進めていけたらいいなというふうには思ってます。それからですね、買い取りのお店の名前を変更しました。絵画骨董買い取りプロという名前に変えました。で、秋華堂という名前はもちろんウェブサイトの中に残してますけども、やっぱりですね、買い取りしてる店としての分かりやすさというものをちょっと前面に打ち出す作戦をこれは取ろうと思います。で、従来からまあ、買い取りは買い取りで、まあ、非常に激戦なんですよね。で、まあ、全国展開しているようなお店もたくさんあります。質屋さん系のお店も、まあ、かなり、参入してきて、まあ、資本力も違いますから、まあ、かなり大きなパイを、まあ、取ってますしね。まあ全国で銀座だけでやってる我々というのはある意味で言ったら非常に厳しい戦いを強いられているというのが、まあ、現状です。で、まあやっぱどれだけのものを適切に見れるのかというのがこの買い取り業務の大事な要素の一つですけども、うちのスタッフはみんなそれぞれがエキスパートですし、それからかなり業界のものすごくコアな専門家とも、まあ、連携してますからね、刀とか中国陶磁器とかね、まあ名前は言えない人もいますけど、まあ、かなり高い知識を持ってる非常に中心的な役割をこの業界でやってる人たちともいろいろ連携をお願いしてますのでですね、かなり何でも適切に見れる自信はあります。まあ中にはケアレスミスでなんかうちの Google の地図の評価で厳しい評価いただいたりしたこともあるんでね、完璧じゃない時も、まあ、今までありましたけども、まあ、基本的には非常に取りこぼしなくねきちんとやれる体制は組んでます。あとはもう本当僕とか担当者の未熟さでね、お客さんに不快な思いをさせた人がいたとしたら申し訳ないんですけれども、まあ日々万全の体制を整えるようにブラッシュアップしてやってますので、まあ、解明した、まあ、ホームページの解明のあれはまだ、まだ半分も進んでないんですけども、まあ、新しい名前でやってもですね、サービスはもっと良くなるというところでやってますので、ぜひ、まあ、美術品の、まあ、ご処分とか交換とかね、うちの場合美術品売り買いしてますんで、まあ時々下取りと新しいのを売るみたいなことも、まあ、やってます。まあ、その辺が買い取り専門業の人って、まあ、いて、それはそれで商売のやり方としては
賢いと思うんですよね。リソース一つに投入できるから。ただやっぱりおのずとそういうその会社の体質というか、まあまあ要するにどっか商品に対してドライなところが出てきますから、どうしても買取専門的なところはですね、やっぱりうちはまあ売る際に東京国立博物館とかまあいろんな、まあ、一番そのコアな、ところもねお客さんとして、持っててですね、まあ、それなりに国の査定なんかもやったりとか、まあそういう意味では、まあ売り先もきちんと公のところを含めてきちんとしてお客様とかね、おかげさまでいらっしゃいますんで、まあなんていうかな、品物に対しての考え方はより真剣なところがあると思います。もちろんですね、まあ、我々の先輩方の小美術賞さんコンテンポラリー画商さんいるので、まあ我々が尊敬すべき人たくさんいらっしゃいますけども、その一角できちんと商売はしていこうと思いますのでですね、やっぱりいいお品物をお持ちの方は、まあ、安心してね、お任せいただければいいかなと思います。なんかちょっと話がどうなんだろう、コロナウイルスの体制のことからちょっと外れちゃったような気もしますけど、まあ今日はとりあえず、このコロナウイルスの体制で働いていることについてちょっとお伝えしてみました。はい、ありがとうございました。